ば、これまでの世代と大きく異なるということが挙げられる。でそれが、まあ、徹底的な被災防止ということだったり、まあ、被災地方、まあ、対象に応じてですね、メディアを変更して、いろんな、まあところから情報を取って、購買につなげているということ、また、物の所有だけではなくて、顧客体験だったり、社会的価値を重視する、まあ、いわゆる未商品だったりとか、そういうものを重視するような世代になっています。で、こういった世代に、これまで通りも、まあやり方でアプローチしてもなかなか届かない、あるいは届いたとしても非常にどこか小さいところにしか届かないような、まあ、状況になっているということで、一方で、営業力がある世代でもあり、かつこれからまあ、もしかするとハウスをたくさん買ってくれる方々になってくれるかもしれない世代でもあるので、今後10年、20年ということを別の中で産業で考えていく上では若い世代に対してどうアプローチするかっていうのは非常に重要なものだと考えております。で、それそのためにはやはりビジネスモデルを変革していく必要性があるのではないかというふうに考えております。で、販売方法の変化ということで